今日も元気お願いします。どうもお願いします。ということで今日はですね、花尾くんのトータルコーディネートをこちらの安定のねスリオスでコーディネートさせていただきたいなと思っておりますので、よかったらコーディネートしていきましょう。していきましょう。ひろきさんの動画、以前コーディネートした動画があるので、よかったらそちらもご覧ください。それでは行ってみよう。ということで、スチュースのりょうくんでございます。安定のまたやるかで、チェックが被ってるんですよ。同い年です。え、同い年なんですか？同い年。びっくり。じゃあなんか、さっきツイッターフォローし合ってますね。そうした、はい、早速コーディネートしていきましょう。で、今回の勝手な僕の願望であるんですけど、ワイドパンツをぜひ絶対履かない普段。いやリアクションがさ、下手くそなんですよ。いや、確かにさっきワイドパンツ履いてみようかな。俺に求めないでしょ。まあじゃあ、まあ、ワイドパンツ履きましょう。そうなんや。で、ワイドパンツで、じゃあこれ、黒はない。黒はね、今ね、販売しちゃったんですよ。なるほど。そう、大変人気の商品だなって言うということですか。そうね。お値段、はいくらですか。なんと1万3000円。で、まあそのワイドパンツ選んだってことは、僕はエーシレットコーデ作ってほしいので、なので、いや、分かってるでしょ。絶対分かってるでしょ。上が、ちょっと肩幅細いみたいな感じ。肩幅じゃないんだけど、まあまあ、トップスが細いやつで、次が、実は俺が今めっちゃ欲しいのがあって、これシャリークのすごい可愛い MA1 があるので、こちら可愛いで、今、上下ともにグレーと黒で、まあこのモノトーンシックというか、色に落ち着きがあるので、これにちょっと花尾さんのチェックシャツらしさを出すために、これはもう脱ぐ、ね、これ脱ぐ、これ余裕で脱ぐ、これ余裕で脱ぐので、脱ぐので、それダサかったよ。ダサくはないんだけど、まあまあ今回のこれがしたいのはこちらのね、ワインレッドの話題のな、これめっちゃ可愛くね、このここに肩のねラインが入って、これなんていうブランドですか。ラッピンノットっていうブランド。ラッピンノット。ラッピンノット。分かってないでしょ。なんかちょく知ったけすんのやめてくんない。まあ靴は今もう革靴だから、革靴いいか。じゃあこれちょっと着てみてください。はい、オッケー。異世界に行ってしまったな。現地取りちょっと検討しよう。こだわり感だっすよね。なんか言ってるやついるわ。じゃあちょっと着替えました。はい、OK です。あ、じゃあ靴ちょっと履いて、今カメラ向けてないので、で、おお、いいじゃん、いいじゃん、いい、めちゃめちゃいい、いい。はい、ということで花尾さんに着替えていただきました。ということで、はい、どうぞ。はい、どうも。はい、ということで、いや、マジでいいと思います。ちょっと離れますと、はい、こんな感じでエーシレットコーデ、出来上がりました。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね。はい、で、今回ですね、僕がなんでこのようにコーディネートさせていただいたかっていうと、まあ、まあ動画の冒頭にも言ったんですけど、まあとにかくワイドパンツを花尾さんに聞いてほしかったと。ワイドパンツ履いたことありますか。ほんまにない、マジで履かないでしょ。まあワイドパンツを履いて新鮮な気持ちになってほしくて、そうそうそう。で、さっき花尾さんのね、上がってる動画にはこうコート着てもらってるんですよ。けど、まあ、このワイドパンツにはやっぱりこういったそのブルゾン着ていただくことによって A シュレットコーデだから、A シレットね。いや、はい、これだとなんか色シレット、色シレットないよ。まあ A シレットコーデになって、足がこう自然と長く、ワイドパンツ入ってるけど長く見えるって感じで、色的には、はい、まあ、黒とそのグレー選んだら、まあ、ここに色を使っても全然抑えられるし、いい感じになって、結構いいコーデになったと思います。これもね、なんかすごい、そうそう。じゃあこれはチャラ感出してるから、借り物、まあ、今流行ってるベルト垂らすってやつ で、まあ、元から革靴入ってくれたからいい感じにまとまりました。どうですか。ほんまに、全部欲しい、マジでほんまに欲しい。でも買っちゃえばいいよ。買ってもいい、これもうマジで。ということで、こんな感じでコーディネートさせていただきました。はい、花尾さんとのコラボ動画いろいろ上がっているので、よかったら下の概要欄から飛んで見てみてください。で、今回洋服選んでくれたりょうくん、 Twitter や Instagram やってるので、よかったら下の概要欄にまたお願いします。チャンネル登録すんない方がいたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、ケンジの動画でした。とチッチキシー、イエー、何それ。ここにある新しいマキャテリックのバッグをご紹介したいと。はい、ということでね、なんと花尾くんが、まあ、先ほど、すごくいい感じにコーディネートしていただいたんですけど、もうね、負けました。ちょっとね、ほんまよかったと思ったんで、オスターデンジパーに負けましたもん。いや、俺押したわけじゃなくて、ほんまにね、もう悔しいけど、これ買っちゃいます、これも。マジで、いや、本当にいいと思いますね。定価2万4000円ということで、はい、学生にはちょっとね、うーってなるんですけども、いや、けど本当に似合ったし、まあこれもう1回買ったら使えるから、ずっと。だからね、本当にいいものだと思う。俺も欲しいもん。ちょっと
ちゃんと。オッケーオッケー。さあ、お会計は25,920円。あ、ちょっと足りなかったわ。はい、まあ、多分ありがとうございます。はい、というわけでいただきました。はい、来て帰っていいから、もはや。もちろん。あ、いいですね。いい、いい、いい、最高、最高。このチェックシャツとか、ほんまもう、ダサすぎてね、汚ねえな、これ、お前。動画のスタイル全部否定することになるよ。はい、というわけでどうですか。いやもういいよ、本当に買いましたよ。ねえ、買ってる俺。いやもうチョケ始めてる、チョケ始めてる。いやもう元々がメスタイルもいいしね。そうだね、パンツも細い感じで似合ってます。はい、というわけでね、はい、実際に購入しましたという動画でした。ほぼ現地パワーやばい。いやいやいや、最高感やばいよ。全然ない、全然ない。